お世話になります。前回の動画で視聴者さんから、すごく興味深いご提案をいただいたので、猿は早速やってます。ご提案というのはセリアのスウェーデントーチをより上手に燃やすアイデアです。トーチの上下を貫通する穴を開けてから上下をひっくり返して着火し、ある程度、炎が安定したら、上下を戻して、中央の穴から吹き出す炎を生むというアイデアです。うまくいくかどうかは全く未知数ですが、何事も、やってみなければわかりませんし、失敗しても、そこから次のヒントが得られることが多いので挑戦してみます。猿の予想だと、最初のハードルは、底の穴に着火する方法です。映っているように、最初はライターで試みて、次に、バーナータイプのライターで試みて、さらにジェルの着火剤を試みました。ジェル燃料は、中央の穴を塞がないように慎重に、穴の端の方に、粒状に出して、火をつけました。また、このトーチは、前回と同じ空気穴を開けた上で、さらに、追加でトーチの底に6ミリの穴を4方向から開けています。つまり、通気性は前回よりもアップしているので、少しは、期待できるのではないかと思います。ジェル燃料は、燃えながら、少しずつ小さくなるので、やがて、穴の中に、少しずつ、落ちていく感じで、それはそれで、ちょうど良かったです。ただし、穴のシンクに下がっていったジェル燃料の火は、結局、そのまま、消えてしまいました。もともと開いている穴の直径は19ミリで、しかも、4方向にスリットが入っているのですが、猿が開けた穴の直径は1センチなので、着火が難しいです。やむを得ず、ジェルをドバドバ追加して、強制的に燃焼させようと頑張ってみました。結果的には、この方法でも着火するのは無理でした。よほど大きなバーナーで強制着火するとか、通気性を確保するスリットを入れるとかしないと、難しいようです。仕方ないので、ジェル燃料よりも、気持ちが良い、ヘキサミン燃料で試してみます。ヘキサミンなので、安定して燃え続け、やがて、トーチにも、燃え移ってきました。ここで、上下をひっくり返してみます。中央の穴から、ほんのわずかに、煙が上ってきましたが、覗き込んでみても、燃えている炎が見えませんでした。炎は消えてしまったようでした。残ったヘキサミンに着火して、トーチの底から炙ってみる方法を試してみます。あわよくば、中央の穴から炎が昇ってくれれば、御の字なのですが、ヘキサミンは勢いよく燃えていますが、トーチに開けた中央の穴は直径が1センチだったので、これでは、穴が小さすぎたようでした。そうこうするうちに、トーチの底部分全体に火が移ってしまいました。トーチの底は全体的に燃えているのですが、中央の穴から昇ってくる炎の様子は見られません。トーチに開けた穴の直径が小さすぎることは、火を見るよりも明らかです。ヘキサミンを上側に置いて、もう少し、トーチ断面を焦がしてみました。トーチが安定して燃えるようになれば、上下をひっくり返した時に、中央の穴から炎が昇ってくることを期待したのですが、そのことは諦めました。そして、本来の上側のくぼみにヘキサミンを入れて、まずは、トーチに着火します。やはり、こちらだと、着火剤の炎がうまくトーチに移り、炎が次第に大きくなります。トーチ中央にもともと開いている穴の直径は19ミリで、しかも、4方向にスリットが入っていることで、トーチに火が燃え移るのだと思います。そこで気になるのは、
上下をひっくり返すとどうなるかです。もう一度やってみます。煙が出るばかりで炎は上ってこないようです。ただ激しく煙が出てきますから、いいところまでは行ってるのかもしれません。とても不思議です。火はしっかり燃えています。そこで再度逆さまにした状態で寄付希望を使って燃焼を促進してみました。トーチの下の方で炎がちらちら見えていますが、やはり中央の穴から登ってくるまでには至りません。ライターで上昇気流の促進と強制着火を試みます。やはり穴の直径が小さすぎるようです。期待通りにはいかないですね。炎の神様にごめんなさいをして謝りました。ここまでやってきて燃えないストレスが溜まってしまったので、確実に中央の穴から燃え上る炎を見たくなりました。そこで猿は穴に小さな容器を作り、そこに灯油を入れて燃やすという強硬策に出ました。すでにスウェーデントーチとは全く異なる目的で使っていますので、あらかじめご了承ください。灯油の容器として直径15ミリ、深さ1センチほどのカップをアルミ箔で作って中央の穴に配置しました。灯油が燃えている間にトーチの方にも火が移るようカップは浅めに作りました。ちなみにこの方法はとっても危険なので絶対に真似しないでください。オイルランタンに間違ってホワイトガソリンを入れてしまったために爆発を起こして火傷したという人がいることを聞いたことがありますが、ガソリン、灯油、パラフィンオイル、エタノール、ホワイトガソリンなど液体燃料については誤った使い方をすると大変危険です。猿の場合は完全に自己責任でやっていますが、皆さんは決して真似しないようにしてください。よろしくお願いします。灯油に直接火をつけることはできませんので、マッチの棒を芯にして着火しています。今回の番外編を撮影してみてようやく気づいたのですが、おそらくこのやり方がセリアのソロトーチに着火する一番簡単な方法だと思いました。以上、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいと思った方、裸評価ボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。